はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、北海道でもね有名な回転寿司トリトンさんにねお邪魔しております。普段からねこちらのお店は行列なんかも絶えなくて、ね、北海道内でもすごく有名で人気のあるお店なんですけれども、今回はこちらのねトリトンさんで好きなだけねいろいろなお寿司を食べていこうと思っております。今現在ね、2時前なんですけど、今日ね朝の5時から何も食べてないので、ちょっとかなり空腹でして早速ねちょっとね注文を始めちゃいたいと思います。注文表はこんな感じですね。とりあえず汁物、うまそう。ちょっとねこんな感じでどんどん注文していきたいと思います。はい、よし。はい、はい、よし。はい、ということで、まずね第1陣の商品届きました。上赤身と生サーモンでございます。頑張って。ありがとうございます。続いてね、カンパチ2皿ですね。まずはこちらの赤身と、おうん、まっ、うん、まっ、うん、めちゃめちゃうまいし、どんどんね追加も来ておりますよ。食べながら紹介しよう。ひとまずこちらの、はい、海鮮汁でございます。あー、だし出てんね、うまっ。続いてねこちらサンマちゃんですね。青魚2貫いっちゃおう。全然ね、臭みないっす。すげえ新鮮、うん。そしたら続いてこのカンパチっすね。回転寿司のクオリティじゃねえ、やばい。続いてね厚焼き卵、この厚焼き卵なんですけど、冷たいのとあったかいのを2種類選べまして、僕のはねこのあったかいやつですね。そしたら続いて生サーモン、ちょっとね、うますぎて第一陣瞬殺です。で追加頼んでいきます。ということで第二陣がね到着いたしました。まずこちらがね、カツホッキでございます。お醤油つけずにまずは、続いてこちらかな、ヒラメの昆布締めでございます。これもだいぶ昆布の風味効いてそうなんで、まずはねそのままで、うん、うまっ。程よく水分が抜けてるんだけど、身はねプリップリの状態、マジうまい。続いてこちらホタテと
はい、よいしょ。そしたらこちらですね、ニジンの最後、ウニちゃんでございます。ウニやべえわ、めちゃめちゃうまい。追加追加追加はい、ということでただいま第3陣に到着しました。まだねちょっと、頼んでるものもあるんですけど、待っててもねネタが乾いちゃうので、順々に食べていきたいと思います。まずこちらマダイでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。冷やした。これね、大穴子でございます。一本がね、マジででかいのよ。でも、続いてはこちらと、炙り縁側でございます。油がすごいわ。ちょっとこのアナゴちゃんをいただきます。これアナゴね、せっかくなんで一口でいっちゃいましょう。やべえこれ、アナゴ好きたまんねえ。うん、ちょっとこれ立派なボタンエビいっちゃっていいですか。身がとろけた。一瞬でとろけた。続いてこれちょっとね、マグロの食べ比べをしようかなと思うんですけど、まずこっちが中トロ、こちらが大トロと、すごいねこれ刺しがやべえ。まずこちらのね中トロから。中トロでもめちゃめちゃ脂乗ってるよ。続いてこれ大トロも、うん、うわどっちもうまい。どっちとか言えない。はい、ということでただいまね第3陣完食いたしましたが、全然食べ足りない。ちょっと追加注文をしています。あ、はい、あ、ありがとうございます。ビールです。はい、すいません、はい、頼んじゃった、ノンアル。はい、ナンバーさんも頼んで、ありがとうございます。
はい、ということでただいまね、次のメニュー到着いたしましたが、これね、頼んじゃったんだよね、もう我慢できない。今日はね、ちょっとノンアルではございますが、乾杯と。いいね。そしたら、これ、マイカね。イカがね、めちゃめちゃ程よい。かといって身も柔らかすぎないんで、イカらしいね、この弾力もあるんだけど程よい粘り気があって、これうまい。続いてこちらね、これ醤油炙りの縁側っすね。炙り縁側の焦がし醤油、やべえやべえやべえ。そしたら続いて、先ほどねイカもいただいたのでカツタコでございます。うん、あー、またこのタコもうめえわ。続いてこちらね、サーモンハラスでございます。うん、やっぱりこれはハラスなんで、最初に食べた生サーモンよりも油が多いですけど、その分ね、上の生姜とかネギの薬味の香りがねすっごい合うのよ。これね、何貫でもいけるね。うん、さっきね、うますぎて感動しちゃったんで、ウニ追加注文でございます。うん、今ね、まあ、撮影時間も50分ほど経ったんで、ちょっとねこれ以上撮ると尺もめちゃめちゃ長くなりそうなんで、この辺りでね、今日の撮影は終了したいと思います。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね、トリトンさんで、目いっぱいお寿司をいただいてまいりました。いや、正直回転寿司って信じられないぐらいのクオリティのネタばっかりですね。メニューのね、値段の種類は132円から715円まで、幅が結構あるんですけど、俺もね、その値段とはとても思えないぐらい新鮮でうまいネタばっかりでございました。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。